回は桜餅を作ってみました。材料は並細の毛糸、かぎ針は3号です。作り方は餅と葉の部分をそれぞれ編んで編み付けたら完成です。まず輪を作っていきます。左手の人差し指に糸を2回巻きつけ、輪を持ち、針を輪の中に入れて糸を引き出します。もう一度糸を引き出します。立ち上がりの鎖編み1目、1段目は輪の中に針を入れて細編みをしていきます。1段目は6目細編みをしていきます。6目編んだら針を外して、編み始めの糸を少し引いて、引っ張られた方の糸を引きます。編み始めの糸をもう一度引っ張って輪を閉じます。1目めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、次は2段目です。先ほど引き抜いた細編みの目に針を入れて1目から編んでいきます。2段目はすべて増し目です。増し目は1目細編みを編んだら、同じ目にもう一度針を入れて細編みをしていきます。12目編んだら1目目の頭に針を入れて引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、次は3段目です。3段目は細編み、増し目の順で6回編んでいきます。14段目からは減らし目になります。まず3目細編みを編みます。次に減らし目です。手前半目に針を入れたら、そのまま次の半目にも針を入れて糸を引き出し、最後に糸を引き抜きます。少し緩むので毛糸を引っ張ります。綿も入れていきます。最後17段目はすべて減らし目です。
Cause this heavy is a season, and the sun is always right behind the storm.6目編んだら1目めの頭に針を入れて引き抜きます。糸を10センチほど残して切ります。糸を引き抜いてとじ針に通します。最後の段の手前半目に糸を通していき、6目すべてに糸を通します。糸を引っ張って穴を塞ぎます。真ん中に針を入れて適当なところに出します。玉結びをして玉を中に入れます。糸を切って編み地をもんで糸を中に入れたら完成です。次に刃の部分を編んでいきます。左手に糸を持ったら針を糸に当てて回転させ、輪の中を通して糸端を引いて引き締めます。この次の目からが1目目となります。鎖編みを24目編んでいきます。24目編んだところです。立ち上がりの鎖編み1目、立ち上がりの目を飛ばして次の目から細編みをしていきます。上半目を拾って細編みをしていきました。24目細編みをしたら、もう一度同じところに針を入れて細編みをします。次に細編みを3つ編みます。長編みを3つ編みます。長編みはかぎ針に糸を引っ掛けて針を入れて糸を引き出します。端の2本のループを引き抜き、もう一度糸をかけて2本のループを引き抜きます。次は長々編みを4回編みます。
糸を2回引っ掛けて2ループずつ引き抜いていきます。次は長々長編みです。かぎ針に糸を3回引っ掛けて2ループずつ引き抜いていきます。右の編み図に沿って順番に編んでいきます。最後細編みを編んだら端の頭に針を入れて細編みを編んでいきます。葉っぱの片側ができました。次は反対側です。細編みを3つ長編みを3つ長々編みを4つ長々長編みを4つの順番で編んでいきます。最後まで編んだらもう一度細編みを編み、次は引き抜き編み、長編みを順番で編んでいきます。長編みを10個編んだら刃の先はすべて引き抜き編みです。先のてっぺんだけ細編みをします。反対側も同様に編んでいきます。最後引き抜き編みをしたら細編みをして鎖編みを4つ、立ち上がり1目鎖編みをして戻っていきます。最後引き抜き編みをしたら糸を
20センチほど残して切ります。糸を引いてとじ針に糸を通します。真ん中の線がくっきり出ている方を表にしたいので、適当にとじ針を通して糸を内側に出します。編み地の裏に3、4目ほど糸を通します。ピンク色の餅とくっつけたいので、ピンク色の餅の真ん中に針を刺します。刃の部分の先端と縫い付けていきます。縫い付けたら最後玉結びをして、玉を中に入れて糸を切ったら完成です。分かりにくかったらごめんなさい。コロンとした可愛い桜餅ができました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。